ラークケイコです。久しぶりの動画撮ってます。今日はですね、仕事の後にスーパーに行ってきたので、そこで買ったものと、あと日本に帰るのでちょっとねお土産的なものを買ったので紹介していきたいと思います。今日もめちゃくちゃ寒くて、今外は12度です。で、今日本当はさ、この半袖の T シャツ行きたかったんだけど、家の中でね、着替えて行こうかな、もちろん上着着てなんですけど、行こうかなと思ったら、なんか寒くて、中にこのヒートテックを着ました。日本で今ヒートテックなんて着てる人いないでしょ、暑すぎて。なんだけど、めちゃくちゃ寒くて、ヒートテック着て行きました。でも全然寒かった。本当に寒かったです。で、雨がね、すごい降ってて、昨日の夜とかもなんか土砂降りが、15分ぐらいザーで、また20分ぐらいシーンとして、また15分ぐらいブワーっていうのがなんかずっと続いてて、なんかね、警報が出てて、そうアラームみたいなのなんか来てて、そう、それで多分それでなんか雨がめっちゃすごかったんですけど、だからね、今日もねずっと天気悪いのよ。で、たまに晴れ間みたいな、で、あ、晴れてると思ったらもうすぐ曇るみたいな、で雨降るみたいな感じで、だからもう今日はねずっと傘をね差したり閉じたり差したり閉じたり、この帰ってくる15分ぐらいの間でもうずっとしてましたね。いつになったらドイツは夏が来るんだろうかっていう、もう第二の冬みたいな感じですよ。気分的にはずっと暗いし。そう、ではね、今日ちょっと買ったものをね、紹介していきたいと思います。まずは牛乳。これね、日本であるのかな、こういうさ、常温で売ってて、これはね、消費期限どっちかわかんないんだけど、9月の20日って書いてあるんですね。だから、常温でこうやって、保存できるやつ、そういう牛乳が売ってて、まあ、本当の牛乳じゃないのかもしれないんだけど、なんか加工されててさ。だけど私は、まあ別に牛乳はコーヒーに入れて飲むぐらいなんで、これを使ってます。で、次は、鶏肉。これはね、今日、何にしようかな、夜ご飯と思って。でもなんか、唐揚げ？でもこれさ、鶏のこれは胸肉？胸肉って、唐揚げに向いてます？まあ、なんか料理。でも、なんか私はね、ヨーロッパに来てから、特にヨーロッパに来てから、鶏ばっかり食べてるんですよ。なんか、牛はさ、やっぱ和牛のさ、この薄切りの、和牛とか、まあ、オーストラリアさんでもそうだけどさ、なんか薄切りで、こう、焼肉とかそういうのがあんまりできないようなお肉しか売ってないわけですよ。ブロックみたいなね。もちろん、お肉屋さんに行って、こう、薄切り、生ハムみたいに切ってくださいって言ったら、切ってもらえるかもしれないんだけど、そこまでね、する手間が毎回めんどくさいし、私が行ってるスーパー、今日行ったところはね、なんていうの、お肉屋さんがついてないところ、ちょっとちっちゃめのところだからさ、ないし、毎回さ、そのお肉屋さんとかがあるスーパーに行くのもちょっとあれなので、私はね鶏肉が多いの、本当にヨーロッパに来てから。スペインの時もそうだったし、ドイツに来てからもね。で、鶏肉ってあんまり匂いがないじゃないって私は思うの、牛肉とか豚に比べて。だからそれも良くて鶏ばっか食べてます。で、私のものは特に、あと今日は、これ買いました。ピーチ。ピーチなんだけど、なんかこれ、袋下手くそだな。これ絶対なんか袋間違えてるよね。まあこういうのによくあるんだよね。なんか、こういう、袋、なんかちょっとサイズ間違えてますよ、みたいな。ここもなんかさ、何、のり付けみたいなのしたの何回もその後あれ、多分、初めてだったんだよね。やったの。これはね、平べったい桃で、私は潰れた桃って呼んでるんですけど、こういう薄い桃なの。で、これこのままパクパクって食べれて、このね、ツルツルタイプもあるし、産毛が生えてる桃のタイプもあって、私はね、産毛が生えてる方も好きなんだけども、これもね、まあ、プラムみたいな感じで食べれて美味しいです。これはね、多分ヨーロッパあるあるなんだけど、皮ごと食べちゃうの、こうやってカッ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 って。剥く人もいるかもしれないけど、私はね、皮ごと食べちゃいます。だからこれは、スナック感覚で。食べますね。で、今日は自分のものってさ、あんま買ってないんだよね。あ、買いました。そうだ、トウモロコシ。これはね、2つで 1.5
1.98 とかだから、400円近いのかな、日本で。でもこれね、前もね、これ買ったんだけど、茹でて美味しかったので、なんかさ、こっちってさ、こう、日本だと、こう、皮に入ってヒゲが生えてるトウモロコシって、結構売ってると思うんですけど、売ってないんだよね。夏だとさ、よくさ、皮に入ったままさ、いただいたりするじゃない？だけど、なくって、でもこれ美味しかったので、これ買いました。で、あと、あ、そうだ、これね、見てよ。じゃーん。あ、これね、袋がさ、こういうとこ、本当に、ちゃんとしてくださいって思って、全部破けてたからね。多分、重たすぎて耐えられなかったのか、袋が、弱くて耐えきれなかったのかわかんないんですけど、全部売り場にこうやって置いてあったやつが全部こう外れてた。こうやってスポーって取れてね。で、これはチェリーです。もう今チェリーの時期なの。超嬉しい。大好きだからさ。で、チェリーはこのままパクって食べて、まあ、洗ってパクって食べれるから好きなんですよ。桃もそうだし、皮とか剥かなくていいから大好き。で、お土産コーナーかな？そろそろ。あ、あとね、これ私が、朝ごはん用に買ったマドレーヌ。これはね、個包装になって珍しいんだよね。ドイツで個包装になってるって。大体さ、全部こう、ガサッと入っちゃってるから。でもこれは朝ごはんのね、サイズにちょうどいいので。これはね、12個か14個ぐらい入ってこう、袋になってるんだけど、お会計して、レジ通して、こう、袋詰めする前に、私結構外の箱を捨てちゃうんです。箱とか、こう、これの外についてるビニールみたいなのとかも全部捨てて帰ってくるんですね。そういう捨てる場所があるんですよ、スーパーに。だから、そこに捨てて帰ってきちゃいます。そうするとさ、家でさ、こう、全部開けてさ、もう一回、プラスチックとかさ、箱とかさ、選ばなくていいからね。そう。あ、もう20話になっても気にしない。ありました。ご褒美のヤクルト。そうだ、これ買ってたんだわ。これはね、これはご丁寧に箱に入れて帰ってきたんですよ。っていうのもさ、なんかの勢いでさ、ここのさ、これに穴開いてたらさ、ショックじゃん？だから、これを箱に入れて帰ってきました。これはね、6本入りで、これもね、3ユーロいくらかな？ヤクルト。3.5 ユーロぐらい。だから高いね、600円ぐらいだから、1本、でも1本100円とか。でもこれ普通のやつだと思うんだよね、オリジナル。白高部のオリジナルのやつが1本100円ぐらいです。でもこれはね、マジでご褒美なの。1日、まあ飲んでいいのは1本。1本以内。では、そろそろお土産の方行ってみましょう。これはね、私結構定番で買って帰るやつ。これ大きいチョコレートが入ったやつね。これは、まあ、どっかのバレエスタジオとかにお世話になるとき、教えるときとかにお土産で持ってきます。結構入ってる。これ大きいサイズ買いました。これチョコレート。これさ、結構いいんだよね。好きなの結構いっぱい入ってるの。私が好きなやつね。このトゥイックスも好きだし、スニーカーズも好きだし、このマーズってのも好きだし、ミルキーウェイも好きなので、結構ね、好きなのが入ってるからいいんですよ。他のやつも全部美味しいし。これはハリボのグミで、これなんか一個ずつね、こうキャンディーみたいにこう一列、こう見えるかな、一列こう、これが一人分っていうか、あれなのね。そう、なんかこう飴の包みみたいにこうやってクリクリってなってて、中にこう同じサイズのグミが入ってて、これは可愛いでしょ。これはね、子供がいるお友達にあげようかなと思って、グミならね、まあ食べれるかなと思って。あとなんかこのミルカのチョコワッフル、日本にないのかな。なんかね、友達が見てこれ食べてみたいっていうので、多分これだと思うんだよね、買ってきました。私の友達がめっちゃ飲みたがってるアップルサイダー、アップルショーレって言うんですけど、こっちね、アップルサイダー買ってきました。で、あと、家族用に、プリングルスのスイートパプリカと味、プラスチックパプリカを一応買いました。もし、調べて日本にあるようだったら置いていきます。ある？これ。日本にあります？パプリカの味。ドイツはね、パプリカっていう味のお菓子が多いんですよ。で、パプリカって野菜のパプリカとはまたちょっと違うんだよね。香辛料みたいな。だから買いました。水。これが炭酸水。で、ドイツのスーパーは、このペットボトル、こういう風にさ、どこに書いてあるのかな？
ここに書いてあります。このリサイクルすると 0.25 25セント返ってきますよっていうのが全部に書いてあって、全部そうなんだけど、買うとその25セントも上乗せされてんだけど、これをスーパーに持ってって機械に通すとお金が返ってくるっていう仕組みになってます。だから買い物の時にね使えるのよ、それを。で、まあちっちゃいお金だけども、これはだってさ10本あったらさ 2.5 ユーロなわけでしょ。そしたら2個ぐらい買えると思うね、そういう感じ。だからこれもポイ捨てする人絶対いないから、これお金だから街中で落ちてたらもう、まあそんな感じです。で今日はね全部で48ユーロだった。高い安い、48ユーロってどれくらい。48ユーロというと、48ユーロだったら今7000円ぐらいになっちゃうのかな、7000、8000ぐらいかな。じゃあ8000はいかない、でも行くかもね。結構なんかそう思うとさ全然変えてない感じするけど、うん、多分お菓子類がちょっと高いんだよね、やっぱね、他の食材とかに、食材というかこうさフルーツとかはまあ安くはないけど、高く、日本で買うみたいに高くはないので、そう思うとちょっとなんか高くついちゃったなって思うけど、まあお土産もね含まれてるのでいいかなと思います。今日はこんな感じでお土産事情、スーパー事情お話ししました。なんか最近ちょっと動画ね撮ってなかったから、ちょっとなんか変になっちゃったかもしれないけど、まあというわけで今日はねこの辺でおしまいにしたいと思います。ヤクルトの宣伝じゃないけどさ、ドイツでヤクルトあるのすごい嬉しいからさ、なくなってほしくないのよだからちょっとこれアピールしながら終わりたいと思います。今日も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまたね、チュース。